こんにちは、本郷奏太です。質問コーナー的な動画を撮りたくて、何日か前にこんな感じで皆様から質問を募集させていただいておりました。2000件以上いただきまして大変ありがとうございます。ということで今日はいただいた質問にいろいろと答えさせていただこうと思います。それではやっていきましょう。お菓子以外で好きな食べ物なんですか？人のお金で食べる焼肉、仲のいい芸能人の方知りたいです。レインボー池田。かなたくんの今一番大切なものは何ですか？これは友達かな。一番大切なものは仲間たちですね。俳優をしていなかったらどんな仕事をしていると思いますか？ボートレーサー。かなたくんのイラスト大好きです。新しく描いてください。わかりました、描きましょう。こうでしょ、こうでしょ、こうなのよ。でこうですね。おー、かわいい。ほら、そしてこう口を塗ってこうしてあげたらもう完成です。はい、オッケー。アザラシかわいい。7歳の娘がかなたくんのことが大好きで、エンディング画像の口元に手を持ってくるポーズをかなたポーズと言ってよくやってくれます。どうか娘のためにかなたポーズをやってくれないでしょうか？え、かわいい、ありがとう。7歳の娘ありがとう。でもちょっとどれのこと言ってるのかわかんないな。うそ、これのことだな。わかったわかった、これのことっすね多分。はい、かなたポーズ。童貞ですか？なわけあるかい。 YouTube の中で流れる BGM はかなたくんが作ったのですか？詳しく教えてほしいです。これはね、僕が作った曲ですね。これね、ちょっととあるテーマがありまして、それを掘り下げる動画はまたいつかそのうち撮ります。待っててください。以前握手会に行った際にお肌が綺麗だなと思ったのでスキンケアを知りたいです。お風呂上がりにこれだけやってますね。これ炭酸の化粧水なんですけど、カシャって開けるとこう、わかります？こう霧状に化粧水が出るんです。これだけやってます。お忙しい中と思いますが、近頃飲酒されているところをお見かけしませんので。見たい。しゃあないな、お酒を持ってきてあげよう。飲酒と言ったらテキーラだろ。よし、あ、勝て。見て、弾丸論破のショットグラス、これに入れていきましょう。いただきます。乾杯。うこれ結構好きなんだよね。ヒカルの碁好きですか？あのね、ヒカルの碁超大好き。トップ3には絶対入るかな。僕ヒカルの碁好きなんですよ。ヒカルがイスミさんと打った時の俺の中にサイはいたんだはもう何十回泣いたことか。中学生ぐらいの僕だったら三谷くんとかを演じたらなんか良さそうな気がしちゃいますね。得意なモノマネを披露してほしいです。ツイッターの更新音。ツイッターやってないけどね。どうして俳優さんになろうと思ったのかを知りたいです。こればっかりは気づいたらなっていた。4歳から表に出る活動をしていますからね、気づいたらやっていたっていうことになってしまうな。もちろん今は楽しくてやりがいがあってやってますよ。コメントはいつも見てますか？見てる見てる。都合の悪いものはピッて早く飛ばすけど。ファンからのお手紙は読みますか？もちろんじゃないか。ありがとうございますだよ。全部取ってありますよ。ちょっと見せるわ。見せたことない倉庫なんでちょっと汚いんですけど、うちにあるだけでもこんなにたくさんありますよ。大切な宝物ですよ。このチャンネル意外とちいちゃいお子様とかが見てくれてたりして、そのね、子供からもらうお手紙とかめっちゃ嬉しいですね。僕はまだ子供を作るなんてことはきっとだいぶ先になるからさ、そこで癒されてんのよ。かわいそうな大人。いや、でもめっちゃ嬉しいんだ。ありがとう。お気に入りのルームフレグランスの香りとかってありますか？あるわ、持ってくる。これが好きですね。バス&ボディーワークスのジャパニーズチェリーブロッサム。寝ちゃダメだけどめちゃくちゃ眠たい時どうしてますか？これは僕現場でよく使う技があるんですけど、だいたい待ってる時ってなんかこう椅子とかにね座って待ってることが多いんだけど、そういう時になんかこう台本とかを開いて、でも目を閉じてこうやってなんか集中して何かを考えているふりをしながら寝てますね。好きな女性のタイプを教えてください。これはね、裏垢を持ってなくて口が硬い子かな。かなたさんが仕事をする上で大切にしていることを教えてほしいです。自分のパフォーマンスを最大限発揮するみたいな。例えば、まあ、ひどい現場だなって多少思うことがあったとしても、自分は自分のやることを 100% やってますよっていう、そういう姿勢はどんな現場でも見せていたいかな。
家はどれくらいのペースで掃除してますか？1日5回掃除機をかけるぜ。競馬はやりますか？いやもう好きよ、大好き大好き。でもボートレースの方が実は詳しい。結婚願望とかないんですか？いやそりゃいつかはしたいよ、っていうかするよ。子供がねとにかく大好きなんですよ。子供と元気に遊べるぐらいの年齢で子供が欲しいから、それを逆算した年齢で結婚はしたいね。30代のうちにはさすがにしたいですよ。僕は7歳の娘がかなたくんの動画を見てポケカを始め、かなたくんとお揃いにするとバイオレットを買いました。かなたくんも子供の頃に影響を受けた人っていますか？かわいい、ありがとう。僕の子供の頃はやはりワクワクさんですね。ワクワクさんに影響を受けました。だからものづくりがすごく好きになりました。なんで私と結婚してくれないんですか？うん、かなたくん、理想の結婚相手の条件を教えてほしいです。よく笑ってくれる人かな。自分の好きな体のパーツはどこですか？これはもう決まっています。大の次、アニメの実写をやるなら何のキャラがやりたいですか？もう私もいい歳ですからね。もうちょっと若かったら光の子のイスミさんか、モンキーターンの道口くんだね。今まで撮ったけどボツにした動画はありますか？これね、あんのよ。掃除のルカリオっていう特殊なポケモンの個体1匹だけを使って、ポケモン騒動を全クリしようみたいな、なんかね、そういう動画を撮ったんだけど、あんまり面白くなくて、シャープ2でボツにしましたね。好きなお酒は何ですか？これかな？テキーラ。マジで味が本当にちゃんと好き。色恋沙汰がイメージないかなたくんですが、恋愛したいと思う？それかしてる？恋愛って何ですか？それがわからないので、恋愛をしているのかしてないのかもわからないですね、僕には。はい、彼女いますか？10年ぐらいいないです。人差し指何センチ？8.5センチ。仲良くなりたいなって思う人はどんな人ですか？自分ができないことをできる人かな。自分にない才能を持ってる人はすごく仲良くなりたいなって思います。だからなんか他業種の友達とかが僕は必然的にすごく多くなっていきますね。一生独身でいてくれますか？いいえ、必ず結婚して必ず子供を設けます。4歳の娘は本郷さんの動画が大好きで、アップされるごとにじっくり見ています。娘に質問とかあるなら聞いてくれるみたいだよと話したら、好きな色は何ですか、好きなキャラクターは何ですか、好きなアニメは何ですかの3点が上がりました。好きな色は白で、好きなキャラクターは白タン、好きなアニメはポケモンだよ。これからも動画をたくさん見てね。電気つけて寝る派？つけないで寝る派？完全なる闇で寝ています。窓に暗幕を張って一切の光がない状態にして、暗闇の中僕は寝ていますね。 NG なしですね、最高です。質問です。20代の時に芸能人の彼女はいましたか？3秒以内にお答えください。まあいたか。二択で悩んだ時の決め方が知りたいです。人生の二択だとするなら、面白そうな方を選ぶかな。よりチャレンジしてる方というか、なんか新しいことをしようとしている選択肢の方が多分楽しいんじゃないかなと思いますね。突然ポケモンジムリーダーになったら、どんなタイプのポケモンを使いますか？いや本郷は悪タイプでしょ、どうせ。尊敬する俳優さん、目標にしている俳優さんはいますか？尊敬している俳優さんは二宮和也さんですね。うん、マジでかっこいい。一番好きな公共交通機関、 ANA のフルフラットシート。好きなカップ麺を食べてる動画が見たいです。ちょうど腹が減った、食べよう。これだね、4時19分のカップ塩焼きそばはさぞうまいだろう。自分は高校生男子ですが、本郷奏太様の大ファンでございます。これからも頑張ってください。ナイス。高校生男子で本郷奏太様の大ファンがいるなんて、なんて素晴らしい。同性でしかも若い子でなんて、めちゃめちゃ嬉しいですよ。うん、受験なり就職なり頑張れよ。俳優さんと聞いて私が個人的に思い浮かぶのが、セリフを覚えるのが大変そうということなのですが、本郷さんはどうやってセリフを覚えていますか？その作業はもう何十年もやってますから全然苦ではないんですけど、たまーにね、マジで何十分ほぼ一人で喋ってるみたいな時があったりするんで、そういう特殊な時はなんかこう、あらかじめ自分で音声データを録音して、それを通勤中とかに聞いてひたすら反復で覚えたりしますね。まあでも
基本的にはそんなに苦にはなってないです。所属事務所の人で一番仲がいいのは誰ですか？一番好きなのは横浜流星くんだね。かわいい、顔かっけえよね、マジで。ミスタードーナツで好きなドーナツは何ですか？エンゼルフレンチ。サンダース以外では他にどんなデッキを持ってるか知りたいです。今のメインデッキを紹介しましょう。パオジアン EX デッキ並べますね。最近はこの60枚で戦っています。実はこのスターミーが意外と活躍するんですよね。ルギアとかアルセウス系統に強くなれます。他人の目を気にせず過ごせるとしたらどんなデートがしてみたいですか？腕組みディズニーデートかな。綺麗好きになりすぎたきっかけを知りたいです。汚い大人たちの社会に揉まれて育ったからでしょうか。ポケモンのその後レベルや連れている仲間が今どうなってるのかが気になります。ランクバトルやったりとかして過ごしてました。ほらこの冒険の6匹もね、みんなレベル100にしてこう戦いで使えるように再育成とかしたりしてね、うん、楽しんでやっておりましたよ。カヌタンも元気です。カヌタンは型破りだ。さて、たくさん質問に答えさせていただきました。いやー本当に皆さんいっぱいくださってありがとうございました。今回こういう動画を撮ってみて、やはり皆様が見てくれてるからこそのこの我がチャンネルだなっていうのをね、改めて認識しました。今後とも本郷かなたの日常というチャンネルをよろしくお願いいたします。ということで今日もご視聴ありがとうございました。また今後も見ていただけると嬉しいです。バイバイ。